東京都道443号南、田中町朝日町線は、東京都練馬区内を縦断する東京都道311号、環状8号線と東京都道68号、練馬川口線とをつなぐ特例都道である。また、本線途中の八原三丁目交点と高松六丁目交点において、支線が光が丘団地に向かって分岐している。 都市計画道路としての名称は、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第134号線である。高松六丁目交差点で本線と交差し、東側は高松光が丘団地の中心部を東西に貫き、西側は都市田通り方面へ。西方面は、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第230号線に指定されている。 2021年3月21日に、都市田通りから別荘橋通りまでの区間が部分開通した。計画では、西側に延伸して、外環道と交差し、大泉学園通りとの交点で終点となる予定。光が丘団地の南端を通る。都市計画道路としての名称は、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第172号線である。計画では、 東京都道442号北町豊玉線と交差し東京都道318号環状7号線まで延伸予定。ありがとうございます。